フィリピンですね、まあ、アプリですね、出会い系のアプリいろいろあるんですよね。僕が、よく友達作りのために使ってたのは Tinder ですね。まあ、学生さんもやってたりとかで、まあ、オカマとかコールガールもいるので気をつけなきゃってことなんですけども、あと人気なのはスカウトとかですね、タンタン、まあ、中国系なんですかね、タンタン、あとアジアンデーティングとかですね、フィリピンキューピー、フィリピンのキューピートというのがあります。まあ、フィリピンのキューピートはどっちかというと国内にいる日本人が使うっていうようなイメージですかね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、日本だと男性は有料だったりするんですよね、メッセージやり取りするのに。ただこっちだと結構無料で使えるものもかなり多いです。で、無料でほとんどの人が使ってますね。なので、まあ、オカマとですね、まあ、その、まあ、売春婦をわざわざと出会いたい人はいいんですけども、やっぱり普通の人と出会いたい、素人と出会いたいっていう場合は、売春婦にはですね、気をつけていただきたいと思います。事前にやり取りするんですね。海外移住された方のご質問。